はい、どうも、社畜です。本日も飛び盛りやっていきたいと思います。で、先日ね、ようやく2回目のあつ森の単独ダイレクトがあったということで、今世間では非常に話題になってますね。で、そこについてね、僕が個人的に思うことであったりとか、まあ、気づいたことについて少しね、取り上げていきたいと思います。で、本日ね、ピックアップしていきたい内容としましては、ポケモリとの連動性についてですね。まあ今回ね、あつ森の単独ダイレクトがあったと思うんですが、そこでね、驚きの新事実が判明したわけですよ。まあポケモリとのね、連動が今回まあ正式に出たということで、まあかなりね、ざわついてはいるんですけど、なぜね、これざわついてるかというとですね、去年の話になるんですけど、もしかすると知ってない人も結構いるのかな。まあ去年の6月と9月にね、それぞれあつ森の情報がダイレクトで出たわけなんですけど、そこで、ポケモリの、ポケモリと、あつ森の連動性については否定されてたんですよ。公式の方から正式に、あつ森とポケモリっていうものは全く別のゲームなので、今回ね、連動性はございませんと。そういったことが書かれていたんですけど、なんとね、この度、何の前触れもなくね、いいことではね、もちろんあるんですけど、ポケモリとの連動性が、発表されましたと。いやー、なんか驚きですね。正直僕もね、ポケモリはもう本当にね、何も出てこないもんだと思い込んでいたので、非常にびっくりしています。なぜこのタイミングでって思うんだけど、おそらくね、任天堂内部でも色々あったんでしょうね。ちなみに、ポケモリとの連動性について今回ね、明らかになったわけなんですけど、具体的に、どこからどこまで連動することができるのかであったりとか、あとは限定家具の存在ですね。例えば、ポケモリで、限定家具を入手しますと。で、その家具を、つ森の方に移送することができるのはどうか。そこについてもまだ明らかにはなっていません。おそらくその可能性が極めて高い状態ではあるんですけど、少なくとも公式の発表によると、ポケモリとの連動性はありますけど、具体的に何ができるかについてはまだ明らかになっていませんと。そういったね、ステータスになってますね。正直ね、そこまでポケモリとあつ森で連動できるとは思ってはいないんですけど、多分家具のね、相互移送っていうわけではないか。ポケモリからあつ森に一方的に、送ることができるようになるんじゃないかなと、今のところは予想してますね。だからもしかすると、間接的にポケモリで課金をして、で、課金したアイテムをあつ森に送ることができるかもしれませんね。もしかするとね、だから、つ森で直接ね、課金することはもしかしてないかもしれないんだけど、間接的に課金することになるかもしれないので、そこはね、ちょっと留意必要かなと思いました。おそらくリーフチケットみたいな存在ってつ森でないですもんね。そこに関してはね、正直一概には言うことできないんですけど、ただ、少なくとも今回分かったこととしては、ポケモリとの連動性ですね。これが秘宝なのか、朗報なのか、人によってよりけりだと思うんですけど、ただプレイ映像とか見てる限りだと、ポケモリの要素ってないからさ、正直懸念するところってないのかなと思いますね。そういったね、お話でした。いやー、ところで皆さん、ポケモリやってますか？僕はね、全然やってないっす。一応ね、データ持ってるんだけど、本当にもう全然やってなくて、もう何もやってないに等しいんですよね。最初の頃にね、ちょこっとやってたんだけど、今のポケモリって全くわからないからな。だから一つね、考えられることとしては、ポケモリと、あとはあつ森でね、少なくとも親和性があるということが明らかになってる以上、とりあえずね、ポケモリを進めるっていうのもありかもしれませんね。あつ森出るまで結構時間がまだあると思うので、あつ森出るまでまだ時間あるなーけど、やることねーわーっていう人はね、ポケモリやってみてはどうでしょうか。この期間にね。やってみるのもありだと思うよ。俺はね、ちょっと忙しいからできないんだけど、言い訳に聞こえるかもしれないけど、結構忙しいんですよ。実況をするっていうのもあるし、結構忙しくて、そこまで手が回らないかな。ただ時間がある方はね、ポケモリぜひやってくださいと、そういったお話でした。
ただまあ家具の輸送ぐらいしかすることないから、ぶっちゃけなんか具体的に何をしすればいいのかっていうのは結構難しいところがありますけどね。これをしたらいいとか、あれをすればいいとか、そういったのってありませんからね。はい、っていうことでそういった話は置いといてね、飛び盛りやっていきますか。まあもしかするとね、アイルー君と話すのもこの動画が最後になるかもしれませんから。本当に松森出たらさ、飛び盛りの動画ってしばらくちょっとね休むと思うので、あんまりね今まで以上にやるってことはないから、まあ頻度はね下がりますからね。まあそういった意味だとね、ちょっとこの飛び盛り動画もね一つ一つ大切にしていこうと思います。まあやれる時間ってやっぱ限られてるからね。そしてアイル君、どこかの村の誰か君がデザインしたんだよ。一体どんなことを考えて作ったんだろう。いつかインタビューしてみたいな。あ、そういえばね、マイデザインもね今回大きく変わりましたよね。なんか今までのマイデザインともう全然違うみたいな、よりね高度なものが作れるマイデザインの状況が、まあ環境ができていて、非常にあれもねすごく魅力的ですよね。まあ実際問題ね、映像ベースでしか見てないから、まあ操作性であったりとか具体性ってものがわからないんですけど、ただまあ映像見てる限りではすごくねいいものに仕上がってるなと思いました。だからまあマイデザね、ガチ勢の方にとっては朗報じゃないでしょうか。マイデザ本当にすごいよね。あとスマホでもさ、あれマイデザ書けるんだっけ。多分ね、あれ書けますよね、ニュアンス的には。まあそういったところでね、マイデザにも非常にね注目が集まっているわけなんですけど、皆さんマイデザ書くのは得意ですか。僕ね、マイデザ今まで数回ぐらいしか書いたことないので、結構厳しいですね。まあ作るのも難しいっていうのもあるんですけど、まあ熱盛ではね、ちょっと頑張って挑戦してみたいなと思いますね。まあ綺麗なものを作るのが正解じゃないと思いますし、まあ自分の、まあ、いいなと思えるものであったりとか、ネタ的に面白いものであればいいんじゃないかなと。だからまあネタ的にね、面白いマイデザインをね、ちょっと考えて作ってみんなに配布できればなと思います。あ、ちなみにね、配布もできるみたいなんでね、すごく楽しみですね。いやマイデザ、ガチ勢の方のマイデザインをおそらく使うことになると思うんですけど、皆さんぜひね、頑張ってください。僕も頑張るんで。いやマイデザか。いや、今のうちからちょっとね、練習しといた方がいいかもしれないね。だけど作るの上手い人って本当に上手いからな。どうやってそんなマイデザうまく描けるのっていう人たまにいない？あれすごいよな。いやマジでさ、世の中って広いなと思いましたね。はい、まあそういったところで飛び物の続きやっていきますか。あ、そういえばね、なんか、先行プレイ映像というか、ダイレクト見た限りだと、案内所イコール役場みたいなイメージ抱いてるんですけど、合ってますかね。まあなんか見た感じあれ役場ですよね。まあ今までの役場の機能を、まあ、案内所がそのまま引き継いでいるみたいな。そして案内所に、まあ、アイテムを買うところであったりとか、あとは、まあ、DIY できるクラフト工房みたいなものも存在すると。まあそういったね、機能を兼ね備えてるみたいですね。だから本当になんか総合的な役割を担ってるのかなと思いました。まあ役場は本当にね、役場って感じがするからね。今までなんかお店とかとは切り離されてたけど、まあ案内所っていうね、独自なものができるので、結構ね、使いやすくはなるんじゃないかなと思いますね。まあ使いやすさで言えば使いやすくはなります。はい。っていうことで、今日の動画はそろそろ終わりますか。まあ何が言いたかったかというとですね、ちょっと今噛んだわ。まあポケモリとのね、連動性が、まあ去年はね、否定されていたんですけど、結局、連動性はありますと。ただ、具体的にどこが連動できるのか、何ができるのかについては明らかにはなっていません。そこかな。そして、時間がある方はポケモリをやってみてはどうでしょうかと。まあそういったね、提案でした。まあ、正直ポケモリでやれることって非常に限られてるんで、まあ時間に余裕がなければね、やる必要はないのかなと思っているんですけど、ただ少しでもね、熱盛を楽しみたいと思う方はね、まあ時間が許す限り、少しね、ポケモリにも挑戦してみるのいいかもしれませんね。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバイ。